はい、こんにちは、ビッグボーイです。デッドライジング3の、DLC で追加された、こちら、知られざる物語という、このアナザーエピソードみたいなものをやっていきます。ロスパーディドスの12人の知られざる物語を体験しようっていうのをやってみます。じゃあ、ちょっと早速、エピソード1で。ナイトメアモードとは何だ？いや、でもストーリーモードとしてやるとして、特殊部隊司令官としてエキストラミッションを遂行しよう。ロスパーディドスで発生したアウトブレイクでの彼らの役割とは？ OK、ニューゲーム。これ本来はメインストーリー終わってからやるべきなのか。デッドライジング3 Untold Stories of Los Pardidos。 コマンダー・アダム・ケイン、スペシャル・オペレーションズ。シュー・トゥー・ヒワス・オン・ザ・ライト・サイド・ヒストリー。ビリーヴィン・オナー、デューティー、リスペクティング・ランク。Believed in following orders, right up until he got this one. Check your mags. Listen up! Listen up! We have received our orders. ヘムロックってあの DLC のコスチュームであったな。We will establish a central base camp, then proceed to neutralize all unlawful combatants, including the President of the United States. え？I don't know, man. This ain't what I signed up for. What is this, a joke? Believe this. This doesn't make any sense. Hey, hey! We have a duty to this country. I have a duty to obey orders. The president went soft on the illegally infected, got this entire country into a mess. General Hemlock is your commander in chief now. Understood? Yes, sir. Yes, sir. We're doing this for America. Hoorah! Hoorah! 大統領の抹殺命令も出たってことか。てこいつら。あ、RPG。なるほど、こっからか。あれ？もしかしてこれ、ストーリーモードの経験値とかを保ってきてるか？とりあえずこれ食べて、チョッパーに向かいます。マップ見てみよう。ほうほうほう。まだなんかあるか。掃除用洗剤がある。まああって、あ、合成できる。なんか、あ、そうだ、フレーミングソード作れるから作っちゃう。サイドストーリーでも武器の合成はできる感じか。水路からの脱出。よ、なんか軍隊だからデフォルトでなんかアサルトライフルとか持ってると思ったけど、そうではないんだ。あのエリアに支給品が投下される。で、これがすぐ壊れた。これだ。ならおお、爆発した。ほら、この野郎。ちょっと武器は今これしかないから、慎重に行こう。
なんかこっちに悲しい結末があった。振られたら辛い。よし、行こう。可能な限りゾンビを避けて、ハンドガン持ってる時にこれ使えばよかった。スミスを探せ。あ、オートショットガンだ。まだ銃がある。アサルトライフル。やめろやめろと、コンバットナイフ。なんでだよスミス。え、 KIA。 あ、こいつスミスか。あ、 KIA だわこれは。ドクタグを回収せよ。了解。ドクタグ回収。見つけたら回収を。 KI ならタグを回収してくれ。あ、なんか合体できそうなものがもろここにある。よっ、電動クラッシャー。オッケー。ちょっとこいつを、よし。あ、めっちゃいる。オラオラ。くそ。向こうに行けばいいのか。なんかある、ソフトドリンクある、取っとこう。ほら、おお強い。なんかありそうだな。おお、なんだこれ。おお、ちょ、あ、こいつ強いやつだ。サラブレッドのお面とかあるけど、こいつ勝って、よし。これは手に取るだけか。いらん。こっちに行くぞ。いい、やめろ。このエリアには敵がいるんだ。大統領の護衛もお前を狙ってるから気をつけろ。メインミッションで、あのカメラを破壊しに行った時にあそこにいたのって大統領の護衛かな。なんだ、まだアイテム持ってる。オートショットガン、あれか。よし、向こうに行けばいいのね。なんかそこに あるんじゃね。ハッキングスーパーレーション。で、アサルトライフルがあるけど、まだアサルトライフルがあるから。よし、ちょっともう一回戻って、さっきのアサルトライフルを。おお。飲んで、アサルトドライフル拾って、あ、大統領の声、硬いな。よし、ちょっとこれダメだ。ハンドガンが落ちてたから、ハンドガン拾っとこう。ん？あー、これじゃない。古い方捨てよう。ハンドガンを拾って、よし。あ、これ壊せるやつじゃん。
よし。うわ、めっちゃいる、めっちゃいる。やめろ。うわ、ちょっと。この野郎。ここはまずいぞ。ここの上になんかあると思ったけど、ないや。下にあったの、下にあったのか、これもしかして。いや、とりあえず。ハンコックの情報を入手した。いやー、この野郎。話せ。メインミッションと一部やっぱこの辺同じになってるか。スーパーレッション食ってそこにレシピがある。サンダーゴブリン、サンダーゴブリン、ブランカマスクとバッテリー。ちょっと待ってよ、ショットガン使っちゃおう。よし、ブランカマスクとバッテリーで早く早々に作る。できた。おお、かぶるの。ハンバーガー取っとこう。これかぶってどうすんの。あ、強い。うおこんなことができる。ちょっと待って、後ろからタックル してきそう。じゃあ後ろからタックルしてくこいつ、この野郎。こら、危ない。ドーンと。ちょっと待って、こいつら強いぞ、なかなか。壊れた。やめろ。ほら。危ない。よし、倒した。早いとこ行くぞ。どう？ハンコックを探せとは。これか。乗り物どっかにないんですか、これ。きついよ。乗り物とか普通に、そこで、リスポーンできないのかな？リスポーンっていうか、出せないのかな？この野郎。この人、軍隊の人だよね。もうちょっと武器とかなんか持ってきとこうぜって。ああ、違うな。ここ別のセーフハウスか。やっぱ徒歩、徒歩だ。あ、レ、こいつ、敵っぽいぞ。この野郎、よし。大統領の護衛だ。ほら。多いな。車がないんだな、車。ほら、やめろ、離れろ。くっそ、離れろ。これ使っちまおう。壊れた。ドーン、ドーン、壊れた。早いとこ向こうに。登って
キル、いやゾンビいすぎじゃね、ちょっとどうしようとりあえずすぐそこにハンコックってのがいるっぽいから、いやどうしよう、どう行こうかな、戻れ、向こうにジャンプ、あーでまたラグビーっぽいやつがいる、あでそこにラジオがあるんだけど、今ハンドガンも何もないや、あハッキングする形、いやちょっとハッキングしようにもお前ちょっと待ってよほらオッケー、ハッキング早く早く早く逃げて壊れた、もうこれしかない、斧拾っとく、痛い、やめろ、あ車ある乗れる、でハンコック君か、え待って死んでるやんゾンビになってるじゃん、よし、ドクタコ行ってとこう、いやちょっと、あアイアンエッジ作れる、アイアンエッジ作ろう、よしこの野郎、俺この SUV に乗る早いとこ目的地行こう、あなんだやめろ、よいしょ、やめろ離せ、おらはこの人たちはあのこのエリアで生存している人たちを多分殺害しに来たんだろうけど、なんでわざわざこんな危険なところに、うわー生存者は肉たちがいるでしょう、離せ、多分違反者じゃない人もいるってことを分かっていないのかな軍隊、いやこの野郎うわ爆発した、ブライディ多分これみんな死んでるでしょう、もう離せ待って、ここにいる、ドックタグを回収する、あと AR もいただく、レベルが上がったから体力が回復して属性ポイントを振り分けよう、そうだな、アイテムリストかな、次で1個使えるでしょ、早くここを抜け出したい、オレンジジュース、これ乗れる、オートバイです、目的地そっち、痛いゲイ、うわチョッパーってこれのことか、武器のチョッパーの方かと思ってたチャングを探せ、チャング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 。チャング、ここにいたわ。キープオンザミッションつってもよ。あ、とりあえずこの中に入ればいいのか。で、これ。フライドボックスの処分について命令する。
今は持っててくれ。オッケー、スーパーレーションがあるから取っとこう。で、重要貨物の捜索ってあるけど、周りを見てみよう。やめろ。あ、なんかあった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 から、ちょっと。生物兵器回収。ハンバーグ食って、モーテルの2階にその生物兵器を持ってこい。いってー、モーテル、向こうか。いや、ちょっと、持ってる、持ってる、すぐそこ。テロリストの隠れ家に幼虫はなってば、違反者たちの暴挙を阻止できる。なんだって、レーションだ。生物兵器って何のことだ？登って、あ、フランクある。あ、そっちじゃない。フランク、バナナ、あ、バナナじゃない、これこれ、こいつはいらねえわ、こいつは別にいらねえわ。近くに違反者のアジトがある。感染させて PP を獲得しよう。なるほど。よし。え？そんで？あ、倒したのかこれで。今挿入したのか。すんげえ汚い音がする。イングルトンタクシーカンパニー、タクシーカンパニー。え、で、ここはあのゾンビ入りのセーフゾーンマークがついてるけど入れないのか。入れないっぽいな。ハンを探せ。よし、やめろ。なかなかハードだな。ハンとは、ハン左にいるわ。なんかもう仲間がいろんなとこで転落してったんだな。でっかいハンマーってなんか合体できたっけな。できる。ちょっと待てよ。ディファイラー完成で、ここが開くな。なんかキャンディーいただきます。普通のレ、あ、なんだこれ、ニューコンボ、食べ物コンボができる。早っ。リパルス、なんだろうこれ。ちょっと大事そうなもんだから取っとこう。で、ハンはどこにいる。あ、ハンそこにいた。ハンもしかして、ダメだこれ。ほら、ドクタグ回収で、この武器をいただいとこうよ。これ強いな。よいしょ。ゾンビども固まれ。あ、サンシャインってやつがいるけど、誰だあれ。
これ飲もう。あ、全回復だこれ。リパルス、なんだろうリパルスって。誰かいるそこに。サンシャイン、多分敵っぽいな。違うな、生きてるか。よし、でここに鉄パイプとこれがあるから、ヘビーメタル。よし、じゃあちょっと君にヘビーメタルあげよう。こっちになんかあるかな。なんもないか。ハンバーグをいただいて。ここ乗り物出せないんかい。どうなんだろう。あ、出せるってことは。イエーイ。じゃあどうしようかな。スラッシャーでいいか。サンシャイン乗るんだお前も。サンシャイン乗れ、行くぞシャギーン。やっぱこれだわ、これ。オラオラオラ、進まねー、多すぎて。ちょっと多すぎです、倒さねえと。おい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 、ちょっとちょっとちょっと、こんなにいなかったぞメインストーリーでは。先に倒そう、ある程度。ゲートを閉じろ。ちょっとどんどん倒せ。これをハッキングしたいんだけど、どうしたらいい。いや、ちょっとそれは分かってんだよ。ちょっと待ってよ。ハッキング。オッケー。やめろー。最初にスラッシャーに乗れ。オッケー、乗った。で、ゲートを閉じる。クローズ。オッケー。で、こいつらを一掃する。爆発した。体力がピンチだな。あ、冷凍ビームがある。こいつらを倒せ。最悪のゾンビがいる。どうしたらいいんだ。てかサンシャイン大丈夫か。これあげよう。飲め。オッケー。こいつらを倒して。わっ、本当だ。こいつなんだこれ。倒した。ほら、危ないっす。ちょ、真っ暗だな。よし、お、これミニガンだ。よし。あー、やめろ。ちょ、体力がピンチ。なんかないか、食い物。食い物はないかと。こいつ、おお、ちょっとい、おいっとい、っとい。
誰かオイドに食い物を。ここにありそう。ビールでいいさ。うわーい、よし。で、設計図がある。スプリットショット。鉄パイプとアサルトライフル。ここにあるわ。で、合体だ。オッケー。で、あ、このトラックのことか。破壊すりゃいいんだっけ。やめろやめろ。強っ。そっか、あの変なゾンビをとりあえず倒そう。もういない。よし、サンシャインなんとかなるかな。燃えろ燃えろ。よし、よし、とりあえずゾンビを一掃しりゃいいんだな。なんだなんだなんだ、そこにいた。オッケー。さあ、なんかここにまたすごいものがあるな。ちょっと回復しよう。レーションを上げよう。はいはい、はい、これはいらねえや。レーションをまた取っといて、ここは開くか。開くね。あれを倒そう。これだ。よし、こっちにジャンプ。ちょっとスーパーレーションがあるけど、これ食っちゃって。あ、レシピがある。ブーマーアックス。アイテムがまだたくさんあるんだよな。ちょっとこれ使っちゃおう。あとは、あ、痛い。ちょっと、あ、降りちゃった。いいか、とりあえず。あ、なんか悲しい結末があるな。いた。ここではタクシーは捕まらない。そりゃな。おら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 。サンシャイン。ほれ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 。よし。北東部もこれでオッケー。じゃあ次にそっちに。どれどれ。いないぞ。あれ、うん、これか。おお、ちょっとサンシャイン。片付いたか、北東部。片付いたと思うんだけど、ここ上登れるっけ？ん？よいしょ。登れなさそうだな。
どこにいる？オッケー。北東角ゾンビ処理完了。ん？あとそこだけか。上にいるのかな？ちょっと。よくわかんないから上行こう。限定版フランク。こいつらか。ドラム缶。そこにもドラム缶。そこにもドラム缶。オッケー。タクシーカンパニー。フレアでブラボーに合図を送れ。あ、その前にね、ちょっとこっちに、合成レシピがあったから、それで。これと、なんだったっけ？ハブキャップ。これか。合成。でけた。よし。これじゃなくてな。これはいらねえわ、今。バーガーを取って。なんかいろいろやってたら字幕とか読む暇ないな。と。で、ここでフレアを焚く。発煙筒がある。OK。まだ終わりじゃない。さてじゃあ今回はここまでにしますか。なんか悪いタイミングでアナザーミッションとか始めちゃったかもしんないけど、じゃあ今回はここまでで、はい、ご視聴ありがとうございました。